はい、こんばんは。スーパーハイレグジュネマツィちゃです。はい、なんかえなんか色変だよね。戻った。なんか <laughs> はい、こんばんは。スーパーハイレグジュネマツィちゃです。はい、このチャンネルでは私の好きな作品を紹介するだけのチャンネルです。では、これからえっ、ー、と今日紹介する作品は電動コイルという作品です。えー、この作品もですね。sf 作品なんですけれどもえー。この作品はえっ、ー、と。 アニメが2007年ですね2007年に26話やっていましてで小説も13巻出ていましてで、えー、漫画もあるそうですねでえー、っと2007年の文化庁メディア芸術祭アニメーション部門優秀賞とか第29回日本 SF 大賞を受賞していて 第39回セーゲーメディア賞みたいななんかまあいっぱいとりあえずウィキペディア見てくださいもう <laughs> すごいたくさんの賞を受賞している結構有名な作品ですでまあ内容としてはねこのねえっとこの電脳メガネっていうなんかウェアラブルデバイスみたいなのをが小学生の中ですごく流行っているっていう世界観でで、まあ、これ がね全世界に普及して「電脳」っていう技術を使っていてこれウェアラブルデバイスが「電脳」っていうで電脳眼鏡ウェアラブルデバイスですよねでなんかペットが見れたりするっていう世界観なんですねでまあこの主人公ですねえっ、ー、と小此木優子優子優子と、えー、小ぎゆ優子とまあ松羽優子伊佐子優子優 伊沢真のやつで、まあ優子といえ違う、雅子と伊佐子って呼ばれてるんですけど、まあまあ雅が主人公です。雅子が主人公でが引っ越しをしてくるんですけど、引っ越してきた時、えー、ときにえっとあそう引っ越してきてで元々ねペットにねデンスケっていうペットを持っていてでえっ、ー、とペットがね まあ電脳空間に迷い込んでしまったりするんですけどもそれをなんかえまあ最初は文枝ちゃんに助けてもらってでまあそうですねその子とも一緒のクラスになってでその後にあのにいさこが転校してきてでまあいさこと友達になろうとするんですけどまあ最初は拒絶されてもなんかライバルみたいになってでうんと。ってなるんですけどもまあ なんだろうその中でまあえー、っとねみえちゃんとあのハラケンハラケンとかと仲良くなっていってでそのけんえー、っとねそのなんだろうなんかバグみたいなのが結構発生する世界なんですよ。バグみたいな発生する世界でそれの原因とかをあの。 めていったり、なんかまあ梨紗子とかえっ、ー、ととなんかなんだろう対決みたいなを <laughs> していくってでで結局このね話の中でで、梨紗子は何かを求めてその伝の世界を見ているんですけど、まあ、この目的っていうのがお兄ちゃんなんですよ。で、お兄ちゃんで、で、お兄ちゃん ななんんだけけどどめ,めっちゃネタバレなんですけど、まあ、結局お兄ちゃん死んでるんですよねお兄ちゃん亡くなっていてででね、まあ、4423っていうなんか数字も出てくるんだけどその数字が結局、あのーまあ、何かわからないんですよ。で優子はめちゃくちゃその数字を知っていてでも何のことだか分かっていなくて。で でもなんか話がどんどん進んでいってそれがまあ最後一致してきてでまあ結局はあのー、やさうんやさこのおじいちゃんから伝説をもらっていてであのー、いさこのお兄ちゃんは亡くなってるんだけどそのいさこの治療のためにその部屋 えっと、4423の部屋を使っていてで4423の部屋を使っててでその治療の部屋治療の電脳空間なんですよ治療の電脳空間なんだけどえっとやさ子は入ったことがあっておじいちゃんがその,おその担当医が担当医が あのヤサコのおじいちゃんだったんですね。でヤサコのおじいちゃんだったからそのデンスケとかにいろいろサイがしてあってでサイしてあってまあ、それが、まあ、ねわかるっていうあお兄ちゃん死んでたんやみたいなになるっていう話ですね。でもなんかその途中でもあの原、ー、県のおねおばさんかおばさんとかが なんだろうすすごいあのアクションです結構アクションもありかなうんとかがあってまあなんでま全部見た方が全然楽しいんですけどま内容だけ簡単にパッて説明するとそんな感じです <laughs> でもまあなんだろうなの電脳ねウェアラブルデバイスって今ねすごい開発されてきているじゃないですかだから こそなんだけど、まあ、すごい面白いけどまあこんだけ身近にねなったからこそかもしれないですけどあのウェアラブルデバイスがあってでもバグが発生してってなった時に何だろうあ途中ねそのハラケンが好きだった女の子みたいのがなくなってて、まあ、そのそうだよね電脳 空間にばっっかかり行って,ていいのかみたいなところも、まあ、すごい考えさせられるところもあってで途中ねあのこの電脳メガネ奪われたりもするんですけれどもまあそういうのもあのすごいいいじゃないですかやっぱりでんこうメガネペットさ買うのすごい大変ですけど電脳のねペットだったらめっちゃいいなって めちゃくちゃゃく思思いません思っててでそういうのとかもあいいなって思う反面あやっぱりそういうねリスクとかもあ出てきちゃうよねきっとって、まあ、日常で使ってしまうとですね、まあ、だからゲームの中とかで使う分にはねすごい楽しそうだなって思うんですけど。まあ とかを考えさせられる作品なのかなって思ってます。あと私が一番この作品で一番思っているのはあの妹が出てくるんですけど、うんちってうんち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 っていうのってめっちゃ楽しいよねっていう作品ですね。はい、うんちって言うのって楽しい,みたいな <laughs> っていう作品です。はい、ちょっと違うかもしれないけどぜひ見てみてください。すごく面白いので、はいこの配信最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた明日。